上がってますね。さあ今日の4マッチ振り返っておきましょう。第1マッチはダブルスです。ここでもリホチンがファンと組んで森薗鈴木ペアを 2-0 で圧倒しました。いや素晴らしい完勝ですね。はい、素晴らしい内容でしたよね。はい、でまたこのダブルスの難しいコンビネーションの狭間をうまく2人がついてきましたね。そうなんですよね。この2人は本当にコース取りうまいですよね。あ、そして第2マッチ、三原監督が若宮さんもコメントされてましたが、我慢の一言が出ましたね。はい、いや本当によく我慢しましたよね。最終ゲームまで本当に苦しかったと思うんですけども、素晴らしかったですよね。はいはい、一応格上、大ベテランでいらっしゃいますが、ランク的には格上のハン・インの粘りに合いました。しかもゲームによっては苦いやられ方がね、第2ゲーム第3ゲーム、そうなんですよね、重々でやられてるんですよね。はい、苦しかったと思いますね。はい、でも今日は、まあ、男性だったらいいビール一杯飲めますよね。飲んでる選手いるかもしれないですね。はい、まあ、いいジュースを今日飲んでね。はいはい、まあ、別に未成年じゃないからいいんですけどね。はい、そして第3マッチは森薗とリホチン、バースデーで2マッチ取りました。そうですね、これも得点を見るとすごく競ってますよね。どれも最後まで分からない試合を、はい、リホチン選手うまく勝ちましたよね。はいはい、今日誕生日27歳ですけど、本当反応いいですよね。いや素晴らしい動きですよね。今の映像を見ましたもね。はい、そして第4マッチは 4-0 を避けたいトップ名古屋のサマラの気合が見えましたが、スターシニーのこのサーブ、横スピンのサーブ来ましたね。はい、サーブも効いてましたし、はい、一番重要なポイントでのコース通りのうまさというのも今日スターシニー選手光ったんではないかなと思いますね。はいはい、サマラの振り抜き、そしてスターシニーのバックハンド、はい、勝負になりましたが、スターシニーが勝利をしまして、日本ペイントマレッツが今シーズン初めて4マッチ完勝の勝利で勝ち点を多く上げ